会議の開催地通村。通村はすぐ南にメキシコを望む比較的温暖な乾燥したな地域。例年会場となっている通村ンコンベンションセンターはこの通り右側すぐ。通村の位置。通村会議はアリゾナ大学意識研究センターが主催する意識に関する国際会議である。哲学、神経科学、認知科学。 その他様々なバックグラウンドを持つ研究者たちが、意識の問題を議論するために集合する、学際性の高い学術会議。意識研究の一つのメッカ。正式名称は、トゥオード、A-Science of Consciousness だが、名前が長いため一般に、通村会議、または、意識に関する通村会議などと呼ばれる。多摩数年は、アリゾナ州の通村で開催され、 奇数年はそれ以外の世界のどこかで開催される。参加者数は数百名から千名ほど。通村会議の一つの特徴はその学際性の高さにある。神経科学、哲学、医学、物理学、生物学、心理学、人類学から、計算機科学者、ロボット研究者、人工知能研究者、宗教家、そしてスピリチュアル系の実践者まで。 非常に幅広い分野の発表者が集まる。学際性があまりに高いため、多分野の人間であっても、ある程度は理解できるような発表をするよう推奨されている。通村会議は、麻酔会のスチュワート・ハメロフ、非線形力学の研究者アルウィン・スコット、神経心理学者アルフレッド・カズニアックラ3名のアリゾナ大学の研究者の呼びかけによって始められた。 1> 第1回の会議は1994年に開催され、世界中から様々な分野の研究者、約300名が集まった。通村会議の一つの方向性を形作ったのは、哲学者、デイビッド・チャーマーズが、第1回会議の3番目の講演として行った、ハードプロブレムについての講演である。以下は、当時の状況を振り返る主催者ハメロフの言葉。彼、 デイビッド・チャーマーズは第1回会議の時にあまり面白いとは言えない始まり方をした哲学のオープニングセッションでその後の会議の色合いを決定づけた人間だった。最初の2人の講演者が何の焦点もない話をしたので私は内心不安を感じ始めていました。この会議は一体どうなるんだとね。3番目に登場したのがチャーマーズだった。彼は いわゆる、ハードプロブレムについて話したが、見事な講演だった。我々が、なぜここに集まっているのかを、この時彼が定義したのです。重要なのは、彼の話を信じるか信じないかではない、実際多くの人は信じないのです。彼が、意識をめぐる今日の状況を明確に提示したことが、重要だったのです。タイミングも良かった。彼の話が終わると、 最初のコーヒーブレイクに入り、途端に皆が、一斉にハードプログレムについて喋り始めたのです。あのチャーマーズという男はクレイジーだねとか、彼は間違っている。いや、正しいと、議論が沸騰した。チャーマーズの話が論争の範囲を区切り、同時にその両極を決めたのです。スチュワート・ハメロフへのインタビュー、最新の科学心と意識のハードプログレム、収録会議は、 政教のうちに幕を閉じ、周囲の評価も高かったという。しかしハメロフは、当初、第二回会議を開く気はなかった。他の誰かが流れを引き継いでくれると思っていたという。実際サンフランシスコの神経科学者のグループが、この流れを引き継ごうとしたが、それはすぐに難しい状況に直面した。それは、グループの分裂だった。CP の 二つの文化ではないが、すぐさまある、種の断絶が現れたという。つまり、神経科学者は、神経科学者たちだけで会議を開こうとし、他を追い出してしまった。これがハメロフに、第二回会議を開かせることを決心させた。以下、当時の状況を振り返るハメロフの言葉。我々は、意識に対するどんなアプローチも正しい可能性を、 秘めていると考え、すべてを包含する傘となろうとして会議を構想したのです。しかしそのような統合的な方針は彼らの間では機能しなかった。神経科学のグループは現象論的なグループといかなる形でも関わることを拒否したのです。私も個人的には超心理学というものをそれほど信用してないが、超心理学や 瞑想や神秘主義のような主観的な取り組み方は一切排除すべきだと頭から決めてかかる態度も好きではない。ある方法論が正しいか正しくないかの判断は証拠に基づいて行うべきだと考えているからです。サンフランシスコの神経学者たちは全てを取り込む学際的なアプローチは取ろうとせず、そのためこの試みは空中分解してしまった。 そうした経過があって、我々は2年後の96年4月に2回目の通村会議を開くことに決めたというわけです。スチュワート・ハメロフへのインタビュー、最新の科学心と意識のハードプロブレム収録、その後、1年おきに会議が開催され、現在に至る。参加者の一部を示す。1994年、1996年、1998年、 1999年のそれぞれの会議の模様をまとめた書籍が出版されている。ありがとうございます。